ね、随分楽しんでいただけたかなと思うんですけど。福井南部終わり込むけど、こっち、いずれにしても俺が一番遠いな。みんなね、おしっこを求めてるの、この人。鳥取南部を見ちゃった。鳥取南部を見た、うん、まあ、鳥取はまだ近いっちゃ近いよね。うん、よかった、ね、間に合ってくる。マリオカート全然分からなかった。ひょっとしたらこの行く先で追いつくかもしれないね。どの子に乗って4、5歳ぐらいいたよ。車がもうそういう色ってことじゃなくて、いや、カートだよ、ゴーカート。マジで、うん、ちゃんとあの車検通して公道を走れるようにした、マリオカート。へえ。これゴミ、はあ、死ぬかと思ったマジで尿意という殺意に殺されるとこだった。恐ろしい目にあったで。都会の道はこれが怖いっすよ、本当によ。止めたくても止められるところがない。およそ300メートル先、左折専用車線に注意してください。いやー、マジ漏れるかと思った。達成感とか半端ないっすよ。もうなんかどんだけ道間違っても許せる気がするのに注意してください。いやー、兵庫県はおしっこしたい人には冷たい街ですな。こんなことで言って、もうあのこれで俺の兵庫県のランクが下がりましたね。兵庫県が下がって大阪がちょっと上がった感じですかね。国道2号沿いちょっと整備して、ちゃんとマジでパーキングぐらい作れや、あんだけでかい国道なのよ。六国のお御霊にだってあると思う、そんなの。そうか、石岡にもあんのか。うん、ね、小伊勢橋渡った先あるもんね。うん、ああいうの作れよ、本当によ。ふざけんなよ。時がないのかな。かけんじゃない、回っても。ああ、極楽だった。マジで。もう行ったらさ、うん、閉まっててさ。え、閉まってて。鍵がかかってさ、誰か入ってたのね。ああ、うん。ぶっ壊すぞと思ったらすぐ出てくれた。もうちょっとでドン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 ってノックしようとしてるぞ。よかったね、すごい。高専にだ、すぐ。あー、高専に間違いない。およそ300メートル、刺してくれたの、俺の危機感を叩く前に注意してください。俺の一人言が聞こえた時、おーっと、あー、閉まってるんですよ。よかったね。GPS をパーキングです。もう駐車場ない感じやね。あそこのファミマが救世主だった。ファミマだね。コンビニはファミマだよ。ああ、生きながらいた。
さっきまではね、焦りをね、ごまかそうとね、必死でタバコ吸ってたけどね、今はね、私服の一服で。最大のピンチはそこだった。ああ、何騒いでんだって言われそうだよね。何叫んでんだ。頭おかしいのか。踊る宝島徳島。高速バスみたいな。ああ。上のハルカスとか、ひょっとしたらどこに見えるかもしれないけど、どれがどれが分かんないけどね、俺も分かんないです。離れてるでも、うん、大阪アベーム通天閣タワーのとこにカニ道路、天王寺
駅手前、うん、もうそうらしいね。うん、大阪か。何今は何したの。え今何したの。何言ってるの。とか愛知県突入。は通天閣。あ、通天閣って言うの。カニ道楽こう言ってるの。あ、そうだって難波の方じゃないのって言ったら大阪の難波ってどこ。わかんない。いやいや、やっぱ右行こうっていう。
線に注意してください。急にルート変更しないでくれよ、あれに言って。まもなく東天満を直進方向です。天王寺オレンジ危なはるかする近いかも。この天王寺っていう近くなんだって。本当だね、天王寺右手あった、近いかも。気がついたね、遅刻に変わってた。うん、多分二国が、うん、どっからなんだろうな。山口のあたりから大阪までになるのかな。大阪から大阪から東京までが一国、うん、なのかな、わかんない、うん、まあ、京都方面とかそうなの。だって一国は日本橋から出てんじゃん、東京。ああ、そっか、うん、
そうだね。あ、いいです。それから乗ってそのカフェ。なんか今でもさ、スティック買うとそっかフィッツにしたのかって思うから。GPS を受信できません。はねられるんだよ。ドラレコ落としちゃうぞ。でん。今ね、ちょっとびっくりして、いきなり横からって、なんか、この、下なんかで。ロシアンロードレイジーな動画になっちゃう。ドーンって、やめてくれよ。YouTube 動画アップして、再生回数、すごいことになっちゃう。再生してすごいことになる。母国と勘違いして外国人が日本で跳ねられる。でなんか今日どう思うし、まあ、そうなったらさ、ほらうちらついてるじゃん。残ってくださいって言われそうな気も。そうね。素直に一国で行けばいいんじゃねえの。まっすぐじゃなくて左なんだよ。一国京都に向かえってこと。は左京都になってる。そうだよ。だから一国で行けばいいんじゃねえのってナビに文句言ってんの。あ、これまっすぐ八見えてなかった。鶴見さんを左方向です。
そ300メートル先、鶴見山を左方向です。まもなく鶴見山を左方向です。およそ700メートル先、緑1を右方向です。およそ300メートル先、緑1を右方向です。トラちゃんはこの県のどっかにいるんですね。もうどっか、そこはどっか。まもなく緑1を右方向です。どっちも大きい。右方向です。この先、しばらく道なりです。どうでもいいけど、ラブホって爪切り借りられたっていう。
場所による？よるよ。なんか、やられた気もするよ。うん。西宮神社、兵庫県だって。うん、じゃあ通ってきたところのそばだね。うん。御朱印も走ってる御朱印だったりするのかな。うん。意外とでもほら、そういうのあるじゃん。うん？そのお寺とか神社とか御朱印の、朱印自体が特にさ、それとか神社の特徴を表す朱印だったりするじゃん。うん。白鷺神社なんかいいでしょ。ああ、そっか。身長も綺麗だね、こんな感じだって。
爽やか門真ジャパン。なんだ、なんだあのおっさんの顔は。安西先生みたいな顔の看板なんですけど、タプタプされそうな。でもスーパーな感じだよね。うん、そうだね、スーパーだね。大阪市のプリントさん。別に今コンビニとかでも、あ、せめてファミレス、ファミレスでしょ。せめてファミレスっていうか、この流れはファミレスが好きやとか、そっち系の流れだみたいな。いいですよね、あなたのんきに。僕がおしっこの心配を調してる時に食べ物と飲み物の話。飲み物の話はしてないじゃん。紛らわそうってどういう神経ですか。ひどい。
今さ、ほら、カーコンビニクラブだっけ、うん、あったけどさ、最近そういえば CM 見なくなったなと思った。うん。ちゃんとつけようみたい。これ高つけたら嫌ないの、うん、高つけるんじゃないの、は
あー、そうだね、そういうことね、多分そうだね、そうだよ。その通りですThank you.
です。スピード注意。取り締まりエリアです。スピード注意。およそ1キロ先、トンネル出口です。GPS を受信しました。ここからはちょっと流れそうだね。
はい、奈良の皆さん、どうもこんばんは。やった、大阪抜けた。とりあえず、俺の目標は俺の手で神戸と大阪を抜けようっていう。GPS を受信できません。今日は達成された。うん。あとはどっかで飯食って、浜松までバトンタッチ。まあです。2時だっけ？一応予定は？ご飯食べたら3時だよ。多分。みちゃんじゃあドライブスルーでご飯食う。え？ドライブスルーで帰ってご飯食う。でマックとかってこと？ほとんどタイムロスだよ。真面目な話、浜松はきついかな。3時、4時きついな。道路空いてて3時か、やっぱり。いや、きついな。道路空いてて3時だもん。運よく空いてて3時だもん。きついな。愛知？愛知の方かな。イラコ？なんでそっちまで行く？なんでイラコ行くのよ。おー、行ってか。なんでお先っちまで行く。意味わかんない。D7 フェリー使ってまた三重まで戻って。なんで戻るの？帰るって言ってんのよ。無駄に2000ワンフェリー使ってみる。三重のあたりで泊まればいいのか。で、2000ワンフェリー使って明日愛知に渡って。ダメだよ。無駄伊勢神宮じゃなくて、いや、伊勢神宮寄って で、そんでフェリー乗って愛知に渡って。ダメ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 、無駄遣い無駄遣い、フェリー高いんだから結構あそこ。だから上使って帰るわ。確かにいろいろ四字屋とこ寄ってるより上使って帰った方が安くすんじゃん。多分フェリーなんて技使ったら多いから言われたよ、出たフェリーって。フェリーもさ、撫でると意外と楽しいよね。楽しい。あ、でも今回が初めて本当の地元の人が使わなきゃ。そうだね、本当に、うん、なんか勉強になった、うん、勉強になった。あれね、帰りのカロートのフェリーあるじゃん、うん、あれね、多分出方俺が間違ってたんだと思う。先頭の3台が出た後に次の3台っていう出方だったんだと思う。あー、先頭の3台だから先頭の3台、まあ、先頭の真ん中、右、左って出てから俺らだったのよ。あーと思ったんだ。そういうことか、ちょっと考えたのよ。あのフェリー降りたの、こういう順番だったのか。フェリーによって出方が違うのか、困るよ。多分あそこはそういう順序で出るべきだった場所だった。俺らの後ろにつけた軽を本当は俺らより前に行かせなきゃいけなかったけど、やっぱりあのよそもんナンバーだったから何も言わないでいい。ああと思った時、気がついた時に音が鳴った。行け行け行けって言って俺が言ったからね。もうほら、あれ1列しか同時に出らんないじゃん、うん、だから真ん中の車列を通してから右の列、左の列かと思ってたのよ。じゃなかったっていうのが順番で、前から順番、前の列から順番だったみたいで、よくよく考えればそうなんだよね。そういう止め方してたじゃん、まあ、おじさん、ね、前あの待機してた順で前から詰めさせてたでしょ。あーと思ったんだ。じゃあ俺らが飛び越しちゃったの。俺らが間違った。
ああいう止まり方ときはああいう順番で出るっていうのは。GPS を受信できません。たまに予告信号灯の手前で止まりそうになるときあるよね。あれっつって予告信号灯って看板が見えなくて、もう停止線どこ。なんだよ、冷えてきた。火が打てなかった。受信しました。動いてないの。9時だよ。まあ、でも行きますか。空いてるの入れてくれ。多分でも空いてるでしょ、今日。本当平日だもん。でもなるべく空いてます。だからあれか、なんか恐竜がさ、じゃあ恐竜あ、ガスだ、まあいいか、入りやすい。愛知がなるべく愛知まで行った方がいいのかな。あ、なるべく、うん、そうだね、愛知ぐらいまで行って。設定するのは遠回りってことでしょ。ああ、そうか。三重を通るんであれば最悪でも三重やった。いや、この辺からならもう一般できるかな、一週間まで。さすがに。もう京都府入ったよ。はい、はい、京都の皆さんどうもこんばんは。こんばんは。特徴無線です。かすめた。なるほど、かすめた。からね。
応関西のツーリングマップならあるよ。なんで思ってたの？一応いや下道通るかもしれないと思ってたから。ああそういうことか、うん、ただそれだけだよ。それはダメにしちゃったね。あのつらいの？ダメ。もう捕まっても。ミニスカじゃないの？ミニスカのなんじゃない？ミニスカポリス。
川の尻を右方向です。右方向です。およそ700メートル先、川久保を左方向です。まもなく川久保を左方向です。左方向です。およそ700メートル先、大谷を左方向です。言ったら分かるもんな。何ですか？何でもない。何ですか？うん、は今日どっかで車中泊してまさか明日浦島行くって言わないよ。行かない、さすがに。まあ、ないよ。取り替えだよ。じゃあなんで和歌山だろう。和歌山って書いてある。和歌山って書いてあったから和歌山って言ってる、ね。まさかそんな。およそ300メートル先、大谷を左方向に。どっちも左って言ったのに。およそ300メートル先、大谷を右方向です。左って言ってたよね、さっきも。これ？どっちもや。左？まもなく大谷を右方向です。その先、斜め左方向です。なんだよね。右方向です。いきなりこの変わる。で左って言ってたよね。事故のもったよね、これ。まもなく木津奈良道を斜め左方向です。受信できません。斜め左方向です。使うルートですとか始まったらびっくりだよ。おいおい、ちょっと待てよと。
確かに県境がね、どういう風になってるかさっぱりわからない。なんだ、国道よ。拾ってしっかりね案内しろって話また P だ。なんかいっぱいあるよ。この子有名なところだよ。ナーブス。マークだ。あ、びっくりした。鹿もここにいるのかと思った。いや、いるかもしれない、どっかに。鹿マークが出てたもん、今。マジで？路面に鹿の絵が描いてあった。へぇ。どっか、よーく見たら鹿多いかもしれない。いるかな？奈良にこんなに鹿が、奈良のさ、こういう街中にこんなに鹿がいるんだよ。確かに理解できない。なんで山に帰らないんだよ、みんな。誰かが飼いならしてんの。飼いならすんだったらちゃんとしてほしいよね、管理を。なんでこんな鹿がいっぱいいるの。本当だ。そんなにいいの？本当に。鹿
鹿飛び出し注意のまま。すごい、これ切り込むかな。何もわかんないですよ。300メートル先、井寺を右方向です。まもなく井寺を右方向です。その先、左方向です。
っと後ろにドラッと見たんだよ。焼肉食べちゃうとその後動く口、うん、そう、食べ、ダメダメダメ、食べ放題ダメだ、ダメだ、こういう食べ放題ダメだ、ガッツリいっちゃうもん、この辺で探すしかなくなるよ、それこそ、あ、ほんとあだダメだ、ダメだ、そこそこにしとかないと食べ放題に頼んだ、絶対食うもん、やっぱなんか元取ろうっていうかさ貧乏人だからね、貧乏人にしては随分贅沢な旅してるけどね、そこそこの貧乏ってことか、まあそうですね、
諸葛ゲーム船です。はい、ということで、奈良県天理市のジョイフルで夕飯をいただきます。めっちゃ困った時のジョイフル。あ、ガイドが止まってる。シティがつけばさ、こうやって